ニコラス・ケインズ・ハンフリーは、イギリスの心理学者。2008年まで、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの教授とニューヨークのニュースクールで非常勤教授を務めていた。ハンフリーは意識と超自然現象への信念に対する、ダーウィン主義的アプローチによる研究を行い、霊長類の研究によって、マキャベリ的知性仮説の基盤を作った。1970年代後期に、 反角運動に関わっており、1981年に深夜の4分間と題された記念公演を行った。ルワンダでルイス・リーキーと会い、トゥルカナ・コハンでダイアン・フォッシーとゴリラたちと3ヶ月間生活した後に、ハンフリーは人間の認知能力の進化に関心を持った。1975年に知性の社会的機能と題した認知スキルの進化に関するエッセイを書いた。 このエッセイは何度も増刷され、後の著書、コンシャスネスリゲインドの基盤となった。その後、イギリスのチャンネル4で、ウチナルメと題された、テレビシリーズのために、ケンブリッジ大学の研究員の職を辞した。このシリーズは1986年に終了し、同名の本が出版された。1987年にダニエル・デネットは脱出。 大学の認知研究センターで共に働くよう誘った。彼らは意識に関する理論の経験的な基盤を作るために共に研究した。また乖離性同一性障害の研究を行った。ハンフリーの一連の著作、心の歴史では意識が考えることよりもむしろ感じるために進化したことについて理論を提示し、イギリス心理学会から1993年の ブックオブザイヤー賞を受賞した。その後に出版された喪失と獲得、進化心理学から見た心と体、赤を見るもベストセラーとなった。ハンフリーは1970年代に活発に反核運動に参加した。1981年に BBC で軍閣競争の危険性を解く深夜の4分間と題された講義を行った。 1984年には、ロバート・リフトンと共に戦争と平和に関するアンソロジーを編集し、マーティン・ルーサー・キング賞を受賞した。1992年にダーウィン・ファレッジのシニア・フェローに任命され、超心理学の研究を行った。彼は超能力や最高キネシスのような現象の会議的な研究を行い、この研究は1995年に魂を見つける。 人間の本性と超自然的信念と題された本として発表された。その後、内なる目シリーズから離れていくつかのテレビとラジオドキュメンタリーに取り組んだ。彼が扱う話題は、超常的な現象への信念から中世の動物裁判まで幅広い。また、儀役効果に関して脳が体の状態をトップダウン式に管理しているという、 健康管理システムの概念を提唱している。ありがとうございます。